どうも、たつです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回ね、レビューしていくのは、こちら、大本命が来ました。シムゴッドの EM6L。これね、ゲームでも、モニター用途でも、両方でなんかいけるみたいな感じで、販売されてるイヤホンで、だからすごい気になってて、どうしようかなと思って、タラリンソウルさんからね、送っていただけたんですよ。はい。もうほんまにありがとうございます。もうむちゃくちゃ嬉しい、これは。まあ、いつもね、送ってもらってありがとうございますって感じではあるんですけど。はい。いやー、これはね、本当にもうゲームでずっと使いたかったから、超期待して使いましたが、すごい良かったです。ダイナミックドライバー1機で、バランスドアマチュアが4機乗ってるやつで、まあ、この構成って結構見たことあるんですけれど、確かにこれはね、狙って作ってるなって感じがあったんですよ。本当に。聞いててね。まあ、なかなかこの感動ができるイヤホンってないので、いやー、これは使ってよかったなっていう一品です。はい。まあだから、結構ね、このイヤホン自体がまあゲームで使えるみたいな話もあるから、持たれてる方とかもいて、ツイッターとかでね、リプもらったりして、まあゲームダックとこれ使っててどうみたいな話とかもね、聞いたりして、へーって思ったりもしたんですけれど、まあ確かにね、上流で結構変わるんですよ。はい。上流で結構変わるから、まあその辺も含めて今回話したら面白いかなって思ってます。まあその辺は、書いたけどね、ツイッターでね、まあツイッターじゃないね、今 X って言った方がいいか。うん。まあ僕の中ではいつまででもツイッターなんですけど、まあそんな感じで今回ね、シムゴッドの EM6L ゲームで使ったらどうなるんだっていうのをね、やっていきますね。ぜひ最後まで見ていただけますと幸いです。ほんならね、こちらの中身見ていきましょう。はい、中身はこんな感じになるんですけど、すげえシンプルです。でもね、値段としては 17,550 円ぐらいするので結構高いんですよ。はい。まあ、高い部類にはなるかなと思ってて、まあ、モニターとかだと1万5000円ぐらいでさ、有名どころだと買えるわけじゃん。まあ、でも結構値段近いっちゃ近いんだけどね。ちょっと高いなって感じ。もうちょっとで2万円タッチしちゃうぐらいだからね。うん。なんで、そこそこお値段はすると思っといてください。まあ、ドライバー構成からしてもね、それは費用は結構かかっとるだろうなとは思うんですけど、まあ、シムゴッドね、本当にね、いい成績が多すぎだわ。まあ、今は3機種ぐらいしか使ったことないけど、これ上位モデルとかむっちゃいいんじゃないですかね、シムゴッドね。うん。で、ケース、こんな感じです。はい。まあ、結構シンプル。これもシンプル。イヤービブスもシンプル。入ってるものがとにかくシンプルなんですよね。うん、シンプルすぎるぐらいシンプルで、まあ本体に全振りしたと思っていいんじゃないのかな、これはね。で、ケーブルはね、こんな感じのケーブルで、かなり取り回しがいいケーブルかなと思います。私、まあ本体に結構合ってるよね。なんかゴールドと黒で巻き巻きしたようなね、ケーブルになってるんですけれど、洗剤としては銀メッキ線みたいです。高純度の銀メッキ無酸素銅の線で 3.5 ミリのね、プラグっていうのが採用されてます。はい。まあ大体そんな感じなんですが、筐体をね、見ていくと、ちょっとね、筐体の部分がね、残念な部分というか、まあプラグの部分がね、僕はどうしてもね、気になっちゃうんですけれど、はい。こんな感じのね、筐体をしてるんですが、ちょっとね、結構、指紋がつくというか、まあ、傷がつくわけじゃないんですけど、樹脂系のね、筐体なので軽いんですけど、なんか、まあ、黒だからか結構指紋がつく感じはある。うん。だけどまあ、結構コンパクトには見えますよね、これね。5個ドライバーが入ってるのにしてはコンパクトかなっていうところで、はい、僕がね、気になる部分って言ってたとこは、ここ。ここ一個抜くとね、これ QDC なんですよね。QDC だから僕むちゃくちゃリケーブルしづらくって、なんでこれ QDC なんかちょっとわかんないんだけど、シムゴッドだってさ、EA500 っていうさ、シルバーのね、イヤホンがあるんですけど、あれもね、すっげえいい音なるイヤホンなんですけど、なんであれは2ピンなのにさ、こっちは QDC なんかがちょっと謎なんですよね。なんでなんでしょうね。だから、QDC のせいでリケーブルがむちゃくちゃしづらい僕としては。まあ、KZ とかね、使ってた方はいいかもしれんのんですけど、CCA とか、ちょっとね、まあ、2ピンね、刺さらんことないですけど、あんまやりたくないんですよね。このタイプにね、やるのね。折れた時が怖いからさ。まあ、そこブツブツ言っても仕方ないんですけど、そういう仕様なんです。まあ、初めて買う方にとっては別に気にならない点かもしれないですけどね。で、筐体の裏側はね、RL とかって書いてあって、すごいわかりやすいです、これはね。で、ここはね、なんて言うんだろう。あんまり耳に沿って、エルゴノミクスみたいな形状にはなってないかなっていう。どっちかというとあれだな、クインテットみたいな形状かな。この、なんかまっすぐな形状というか。で、ヌズル部分はこんな感じ。まあ、普通だと思うよ。
まあ、今はあの TRN チップスっていう TRN の、あのイヤピをつけてるんですけど、これはね結構今回良かったんですよね。なんでこれ今つけてます。だいたいセット内容としてはそんなところですかね。すげえシンプルなんですよね。値段の割にシンプル。まあ本体全振りで音質全振りなんだろうなと思うんだけど、まあ納得の音質だからね、これはね。本当にね、音は良かったよ。まあそれはね、後でしっかり話すんでね、ちょっと待ってもらったらなと思うんですけど、はい、ほんならね、ここから装着感見てもらいたいんですけど、こんな感じです。はい、装着感ね、すごいです。もう軽いし、この感じすごい好き。なんかね、その耳に沿う形状になってるわけではないんだけど、僕はすごいぴったりですね。この落ちる感じもしないし、全然グラグラもしないし、むっちゃいい、これは。軽いしね。で、まあ遮音性っていうところではそこまでむちゃくちゃ密閉感があるかって言われたらそうではないかもしれないですけど、まあ十分かなって感じ。僕はこれぐらいでいいよ、別に。いいです。はい、まあ軽くて使いやすいかなってところかな。装着感ですけど結構バッチリじゃないかなと思うんだけどね。まあつけ心地を求めると、まあ、シュア系が僕は好きですけど、これはこれでいいんじゃないのかなと思います。はい、それじゃあここからしっかり使い込んだ感想を話していきますけど、これね、一応公式傘、まあ、ゲームでも使えますよってことで販売してるイヤホンだけあって、ゲームで本当にかなり使いやすくチューニングされてるなって思いました。ゲームって多分 FPS ゲームとか結構ターゲットにしてると思います。この聞こえ方っていうのは 3D 空間意識してるような鳴り方で、あのファイナルの VR3000 ゲーミングとかあるじゃないですか。あれがね、目指したかった領域なんじゃないのかなと思います。完全にね、上位互換に感じるんだよね。シムゴッタが作るイヤホンってね、本当に完成度高い。 EA500 を聞いた時もね、感動したんですけど、 EM6L もかなりかなり素晴らしい。 EA500 より奥行きとかしっかり感じられる分、なんかね、優しいふわっとしたような音になってるように思うんだよね。暖かくてなんかほどほどに滑らかな音で、とにかくね、その空間の奥行きをステレオ音声なのにもかかわらずうまい具合に表現してくれてるのが、ゲーム向けとしてこれが販売されてる理由になってるのかなと思うんだよね。公式ではまあモニター兼ゲームとか、まあ、エンターテイメント用みたいな立ち位置で販売してるんですけど、モニターイヤホンっぽいなんかカチッとした感じはあんまりせんくって、リスニングとゲーム用みたいな感じに僕は思いました。モニターイヤホンの場合はね、もっとなんか音が直線的というか、ここまでその空間表現に力を入れてないっていうような気がするんだよね。ヘッドホンだったらさ、去年あのソニーがさ 3D サウンドにさ特化した製品 MV1 っていうのを出したけど、それのまあイヤホン版みたいなイメージをしてもらってもいいかもしれない。まああくまでね、例えなんで全く同じわけないですね。イヤホンとヘッドホンなんでね。でそれぞれでね、音域についてもう少しまあ詳しく話していくと、高音はねややシャリつく感じで、砕けるような音が多い時はややまあごちゃっとなるかもしれない。低音は沈み込むというか、音がねなんか奥に広がっていくような感覚っていうのは結構強い。傾向としてはややドンシャリ傾向かなというところで、ボイチャしてるとややなんか音声が後ろ側に来る感じあるから、若干地音へこみ気味なのかなって感じましたけど、音楽聴いてるんでね、僕ら結構近くってすげえ優しい声が聞けるんですよね。イヤホンの分離は高いんだけど、まああんまりにも混戦状態になるとちょっとわからない場面もねあったかなと思います。ケーブルとか上流変えたら APEX での使用感っていうのをオール満点にできるポテンシャルは多分持ってると思う。そのぐらいにいい奥行きのそのわかりやすさとスッキリ感の両立っていうのがちょっと難しいんかもしれないんだけど、音のぶつかってくるその感覚っていうのがそんな強くないんで、スッキリしてるようにも思えるんだけど、一音一音のその感じ取りやすさは混戦状態になるとやや落ちるかもしれないですね。ほなここらでね、 APEX で使った評価っていうのを載せておきますけど、かなり評価高い。個人的に奥行きの分かりやすさっていうところで言うと RS3 にかなり似てるんですよ。に対してこっちは優しい音、 RS3 は今聞き返すと結構硬くって、なんかそのぶつかってくる感じが強い音だなって思う。階層感と音の情報量がこっちはまあ上がったような音にも聞こえるし、これをね聞いた後に RS3 を聞くとちょっと曇って聞こえるぐらいに思うんで、階層感が高い分奥行きがこのイヤホンの方がしっかりとわかるかなって感じ。ただ音の情報量が多いことがゲームにとってメリットばかりになるわけじゃないんですよね。すっきりとしたイヤホンの方がゲームでは使いやすいと感じるのは、必要最低限の音でねゲームの音を把握することができるからであって、
ゲームイヤホンだったらさ、EPG の G10 とかって超スッキリ系のイヤホンですからね。実際ね、モニターイヤホンだと、その K5 のようなね、なんていうか、直線的というか、奥行きがないような感じの音っていうのを感じやすい場合が結構多いように僕は思ってます。全体的にね、そのなんか音がパーッと出ていく感じが、2機種と比べても僕はこの EM6L の方が早いのかなと思うんで、それがやや混在するように聞こえる要因なのかなとも思ったり、ちょっと何とも言えないところであるんですけどね。ここからはね、自分好みのカスタマイズについてちょっと話していきますけど、イヤピアね、僕は今ね TRN チップスついてるんですけど、あのね、ソフトイヤーズのやつ結構良かったです。結束力が上がるようなイヤーピースだと思ってて、割とねこのイヤホンには合ってるんじゃないのかなと思います。もやっとする部分をね、まあなんかシャキッと束ねてくれるようなイメージで僕は使ってます。ケーブルはね、ごめんなさい、 QDC なんでちょっとこのまま使うしかなかったんだけど、付属ケーブルのままで十分良かった。多分適用するリケーブルを探し出せれば、さらに高水準の、ね、ゲーミングイヤホン化はね絶対できると思ってて、でもねこの聞こえ方は結構 RS3 っぽいので、バランス化するとね、あの一応ね試したよ、あの2ピンでねやっちゃダメだけど、なんかね直線的になるというか、音がなんかこのイヤホンの良さみたいなのが若干なくなる感じがあったからさ、そのブラックキャット使ってね弾いたんだけど、何なんだろうね、ちょっと微妙になるんだよね。そういう意味でアンバランスっていうのがゲームでは向いてるのかなって改めて思った部分もあるし、実際どうなんだろうね。まあ合うねケーブルがあったら同じような水準でバランスでも使えると思うんですけど、まあちょっと何とも言えないところはあります。音像ねかなりはっきりしてるんで、音量は上げすぎず使うのがゲームでは使いやすいのかなと思います。するとね、密集感がなくなって、まあもちろんうるさくないからね、密集感がなくなるんですけど、音量上げても音圧はそこまで強くなんないし、優しい音なんで、まあこの辺はね好みで自分で調整してみてもらってもいいのかなと思います。ジョリはね SMSL の DL200 をねメインに使ったんですけど、まあ鳴らしにくいやつでもないんで、普通にゲーム用のアンプダックとか使ってやってもいいとは思うんですけど、僕的にはそのなんか中華の格安系紹介したと思うんですけど、あの辺で使うと微妙で、なんで微妙かっていうのが大体最近分かってきて、定番のさ、そのゲームダック Gen 2とかだったら、音の情報量と階層感が減る代わりに立体感や低が向上するような聞こえ方になるんだよね。これ使うとね、ボソッとするけどゲームでは使いやすいみたいな聞こえ方になるんですよ、ゲームダック Gen 2だったらね。まあ、SMSL の DL200 はもうちょっと階層で上げて結構ね近いようになるんだけど、中華系だったら階層感とか情報量が向上して、音楽とか映画を楽しむのはだから中華の IMA のあの A2 Pro とかの方が向いてたりするんですよね。だから人によってはまあこっちのがゲームで使いやすいなって思う方もいるかもしれないけど、僕はねそのなんか低位感とか、なんていうんだろう、その立体感的なのが出るから、ゲームダック Gen 2とかさ、 SMSL の DL200 みたいなのが結構使いやすかったかなって思います。あのね、ネオ IDSD とかにするとむっちゃ空間広がって、一番やっぱり上下とかも分かりやすいんですけど、分かりやすいんだけど、そのなんか広がりすぎて、そこが逆に気になっちゃうみたいな感じになったので、ほどほどがいいんですよね、その広がる広さというか。だけどまあ、やべ、ネオ IDSD で一番効くのは僕は良かったですけど、まあそこまでね、ゲーマーに出せっていうのもあれなんで、SMSL の DL200 とか、まあ持たれてるんだったらゲームダック Gen 2とかと合わせて使うのが、まあベストな選択肢になってくるんじゃないのかなと思うよ、上流はね。でまあイヤホンのレベルで言うと、RS3 よりも全然これね、高いんじゃないのかなと僕は思ってて、価格はやや上がるんだけど、もうね、ゲーミングイヤホンのね、これ定番になるんじゃないのかなっていう勢い。一番日本メーカーで近い音作りができそうなのは、だからまあ VR3000 ゲーミングが結構近いのかなって最初言ったんだけど、ファイナルになってくるんで、VR4000 ゲーミング出すんであれば、ぜひこれ超えてほしい。日本メーカーが最強なんじゃってね、言える日がね、いつか来てほしい、本当にね。いやまあね、ファイナルさんが頑張ってくれると思うんで大丈夫だと思うんですけど、まあ、期待してますっていう話、最後に。まあ、これレビューしてるのにこんなこと言うのもあれなんですけどね。いや、本当にね、これはいいイヤホンでした。以上がね、使った感想です。
はい、ということでここまでお疲れ様です。やっぱりね、いいイヤホンにね当たるとすげえ長くなるな、動画がなんかそういう傾向にあるなって思うんだけど、いやでもね、面白いイヤホンだったら、あ、これむっちゃ面白かったみたいな話もさせてもらってるんで、まあ、なんとも言えないところでもあるんですけど、まあ、ゲームに適合するイヤホンとしてはやっぱりシムゴッド EM6L すごい高かったです。まあ、今回僕ができるのが APEX しかないので、その他のねバロラントとかあの辺はわかんないですけど、空間認識は本当にしやすいと思うよ、このイヤホンね。うん、すげえしやすいと思った。いや、こんないいイヤホンがあるんだなっていうね、そんな感じがしたので、まあ惜しいのはやっぱりあれだよな、 QDC っていう部分ですよね。もう2ピンにしてくれたらね結構完璧だったんだけどね、そこがちょっとなーって感じはしますけど、これは本当にゲーマーの皆さん買ってみてもいいんじゃないんでしょうか。まあ上流によってはちょっとなんか平らになる感じがあるから、それで別にそんなに立体感とかないしみたいな感じで聞こえちゃう方もいるかもしれないんですけれど、かなりこれはね立体的な音作りにしてるんじゃないのかなと僕は思うんですけどね。その空間、立体というか、まあ空間を認識しやすいというか、その奥行きを感じやすいみたいな。そんな感じの音に聞こえるんだよね。かなりこれはいい線いってます。いい線というか、僕は RS3 より今聞いたらこっちの方がいいなと思ったから、あっちあっちでね、あの時は良かったんですけどね。なんかいろいろ使ってるうちに、やっぱりいいもん出てきますね。値段としても結構近いんで、まああれ3合わんかった方、あれが音が硬くって結構耳にぶつかってくるのがなんか強すぎて疲れるなーみたいに感じる方もいたと思うんで、まあ僕なんかはそのなんかスプリングチップスっていうさ、あの水月飴のイヤピで緩和させてちょっと調整したような感じで聞いてたからちょうど良かったんですけど、まあ普通にそのまま聞いちゃうときついなって感じる方もいるかもしれないんで、まあそれで合わんかったっていう方は EM6L 試す価値あると思いますよ。まあゲームダック Gen 2みたいな普通にみんなが持ってるようなものでもかなり使いやすいので、まあ音楽聴く分には音楽用使った方がいいと思うけど、ゲームだったら結構ゲームダック Gen 2で十分っちゃ十分なんだよね。しっかり索敵できると思いますよ。はい。かなりおすすめです。という感じで今回ね、紹介したシムゴッドの EM6L 気になる方はね、動画の説明欄の方にリンク貼っておりますので、そちらからチェックしていただけますと幸いです。ほなね、今回の動画は以上になるんですけど、少しでも良かったようでいう方は、ね、いいねボタンポチッとして一緒にチャンネル登録よろしくお願いします。今後もね、こういったゲーム用のイヤホンじゃないものをゲームで使ったらどうなるんだみたいなね、動画をね、バンバン上げていきますので、そういった領域に興味を持たれている方はチャンネル登録と一緒にベルマークで通知をしていただいたらね、今後もね末永くお付き合いいただけると思うので、ぜひよろしくお願いします。ほならね、今回も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。